ダンスディレクターは、日本の競争場、シュボバ。2戦目から11戦続けて一番人気に押されるも、勝ち切れず、オープン昇格は5歳の春となった。シルクロードステークスを、レース史上初の連覇を達成。しかし、連覇達成後に2年連続で故障し、春のスプリント GI である、高松の宮記念を2年連続で回避することとなった。その他、 半身カップでは2年連続で2着となるなど8歳まで、息の長く活躍、引退後は、種ボバとなっている。母マザーリーフがとても小柄な馬であり、大柄で馬格がしっかりしている、アルデバラン2を配合相手に選び種付けされた。出産後、ボバにしては小さい方であったが、バランスの良い綺麗な馬と評価され、当歳の頃は、放牧地をぴょんぴょん跳ね回る姿が、 印象的であったという。その元軽さから、しかみたいとされていた。場名は、振付師を由来とする、ダンスディレクターと名付けられた。2013年6月8日、阪神競馬場の未勝利戦に、浜中俊と共に、デビュー、単勝オッズ8.4倍の5番人気となった。スタートから後方12番手で進み、最後の直線10番手から上がり3。 ハローメンバー中最速の33.8秒の足を繰り出して抜け出し、後方に三馬身2分の1離して勝利。デビュー勝ちを収めた。その後、主に芝野1200メートルから1400メートルのスプリントの距離に浜中俊と共に出走。その度単勝を追っつ1.6倍から3.2倍の一番人気に支持されることになる。二0目の二千十三年十月、三歳で、 京都競馬場の500万下を勝利。6戦目の2014年5月、4歳で京都競馬場の1000万下を勝利。同じく5月に高級したため1000万下クラスとなり、9戦目の11月、再び京都競馬場の1000万下を勝利した。同年の11月24日、1600万下に昇級して初戦。第五ステークスに出走。 単勝オッズ2.0倍の一番人気の指示を受けた。後方12番手で最後の直線に侵入し、上がり3ハロンメンバー仲裁速体の32.9秒の末足で追い込んだ。しかし、先に抜け出していた川田正宮敷城の3番人気、誠の新たなに、頭さかなわず2着となった。1月18日、流しのステークスに、藤岡幸太に乗り換わって、出走。 単勝オッズ1.8倍の一番人気の指示を受けた。スタートから後方17番手となり、最後の直線でも16番手から上がり3、ハローメンバー中最速33.9秒の足で追い込んだ。しかし、川島新騎乗の5番人気ロンドに2分の一馬身、及ばず2着となった。所有場所である大田美ノが心不全のため逝去そのため、 バッシュ名義が、レース後にその妻の太田珠子に変更された。2月21日、イカルガステークスに、浜中旬に再び乗り換わって、出走、単勝を図に1.5倍、出走する10戦続けて一番人気の指示を受けた。スタートから後方13番手に待機、最後の直線で11番手から上がり3、ハローメンバー中最速の33.1秒で、 追い上げ先行集団をまとめて差し切り、後続に一馬進4分の一差を広げて勝利。5歳、通算12戦目でオープン入りを果たした。ウィナーズサークルでの口取り式では、玉子がビミノルの家を持って臨んだ。続いて5月16日、KO ハイスプリングカップで重賞初出走。単勝オッズ6.24倍の4番人気で、出走したが、12着に終わった。7月5日、 CBC 賞に単勝オッズ4.0倍の1番人気で出走した。後方待機でレースを進め最後の直線9番手から、ウリウリやサドンストームと共に追い込んだ。しかし、ウリウリが2分の一馬身抜け出して2着に敗退した。12月26日、阪神カップに単勝5番人気で出走。後方11番手から、 最後の直線で上がり3ハロンメンバー中最速の34.2秒の末足で追い込み、一番人気で藤岡光太騎乗のビッグアーサーを差し切ったが、抜け出していたロサギガンティアに花さ届かずに着に終わった。浜中はこの馬なりに折り合いもついていたし、そういう面は進歩しています。直線でもよく頑張って、一旦は前に出ているのですが、力がある馬だけに、今日の負けは、 とても悔しいですと振り返った。1月31日のシルクロードステークスに出走、単勝オッズ4.4倍の2番人気に押された。出遅れず、馬場の内側の5番手で先行し、最後の直線で逃げるローレル・ベローチェを捉えて、抜け出しさを広げた。最終的に後方に一馬身2分の1離して、勝利、重賞発制覇を達成した。浜中は、 スタートがこの馬にしては出ましたし、そこが一番良かったです。その他のレース運びは考えた通りでした。だいぶ気象的にも大人になってくれていますし、折り合いに関しても今日は問題ありませんでした。前に一頭逃げている馬がいましたが、捕まえてくれるだろうなと思って追っていました。と振り返っている。管理する笹田和秀調教師も小さい馬なので、 体力がつくまでじっくりやってきたのが、こういう結果につながった。まだまだ良くなると思うよと評価した。続いて3月27日の高松の宮記念を目標に調整が進められていた。しかし3月23日の朝、調教時に乗り手から違和感があると報告。レントゲンや移行検査では異常が認められなかったが、左前足の歩み様の乱れがあることから、 無理をせずに、高松の宮記念を回避することが決まった。秋になり9月11日、セントールステークスで復帰し、単勝3番人気に支持されたが7着敗退。10月には、スプリンターズステークスで GI 初挑戦、単勝4番人気だったが15着敗退した。続けて10月29日にスワンステークス、12月24日の阪神カップに、 竹豊に乗り換わって出走したが、共に4着に終わった。1月29日、前年に制したシルクロードステークスに引き続き竹豊とのコンビで出走した。負担重量 57.5kg のトップハンデが課され、単勝オッズ6.7倍の3番人気の指示を受けた。スタートから後方で待機し、最後の直線9番手から上がり3。 ハロンメンバー中最速の33秒1の末足で残り1ハロンで抜け出した西運構成を首ささし切って勝利。シルクロードステークス史上初の連覇を達成した。部は最後の直線にかけたけどよく伸びてくれた。ラストはいい足を使ってくれるので道中は無駄に動かないよう決めていましたと振り返り、ササダはうまく内からさばいてくれたね。前走よりよく伸びた。 この後は高松の宮記念に直行すると思う。念をとっても健在ぶりを示してくれたとした。今後は高松の宮記念を予定し、安城は浜中機種が空いていたら依頼したいと検討していた。前年に出走できなかった3月26日の高松の宮記念を目標に調整が進められていた。しかし2月23日、 左第一子骨剥離骨折を発症したために、高松の宮記念を回避し、長期休養となった。2年連続で、高松の宮記念を怪我のために回避することとなった。休養して復帰したのは、秋、9月10日のセントールステークスに、浜中春に再び乗り換わり出走。単勝4番人気の支持を受けた。広報待機の9番手から追い込んだが、先行し、抜け出した。 ファインイードルが勝利し、それに0.2秒遅れた3着に終わった。続けて10月1日のスプリンターズステークスに出走し8着に終わった。12月23日、阪神カップに出走。再び、竹豊に乗り換わり、単勝オッズ21.7倍の7番人気となった。スタートから4番手で進み、最後の直線に入ると、追い出しを始めて、 残り200メートル地点で逃げるアポロの新山を捉えて、先頭に立った。その後、外から追い込んだイスラボニータが競りかけて、合わせ馬の形となって2頭並んで、ゴール板を通過、半身競馬場の芝千4 0 0メートルのコースレコードタイムで走破した。しかし、先頭は、花さでイスラボニータの勝利、タイム差なしの2着に敗れた。部は、惜しかったですね。スタートも出たし、 ある程度の位置から折り合いもしっかりついた中、良い形のレースができました。今日は相手の決め手が上でしたねと解雇した。3月25日、過去2年出走が叶わなかった高松の宮記念に単勝オッズ8.1倍の4番人気に押されて出走。スタートから後方待機11番手で進み。 追い込んだが届かず4着に敗れた。さらに5月12日、k 王杯スプリングカップに単勝一番人気の指示を受けたが15着に敗れた。最終的にこれが引退レースとなった。12月5日、競争場登録を抹消し、北海道日高郡新日高町のアロースタットで種ボバとなった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。 AB 競争場情報、ダンスディレクターハット ABCD、シルクロード SG3 重症ウィナーレポート、競争場のふるさと案内書。uma-furusaeto.com。2020年2月12日閲覧。abc、3歳未勝利2013年6月8日、競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com 2020年2月11日閲覧 abcde 流しのステークス2015年1月18日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年2月11日閲覧 abc イカルガステークス2015年2月21日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年2月11日閲覧 abc 末足切れたダンスディレクターが差し切りでオープン入りイカルガエス競馬ニュース競馬ラボ www.keiba lab.jp 2020年2月11日閲覧 cbc show 2015年7月5日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年2月11日閲覧。ab, 阪神 C, ロサギガンティアが叩き合いを制して、重賞2勝目競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。 2020年2月11日閲覧。AB、阪神カップ2015年12月26日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年2月11日閲覧。ABC、シルクロード S、ダンスディレクター重症発生派から、予想 o TB、サンスポー、com。 レース .sanspo.com 2020年2月11日閲覧。abcd 浜中復活ダンスディレクター初重賞シルクロード S 曲馬プレミアム。p.nikkanspo.rts.com 2020年2月11日閲覧。ab ダンスディレクター高松宮記念回サゼ前フ様に乱れ曲馬プレミアム。 p n i k k a n s p o, o r t s c o m 2020年2月11日閲覧 e n t ント l s t テーク s 2016年9月11日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年2月11日閲覧 s スプリンターズ S2016 年10月2日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年2月11日閲覧毎日放送ショースワン S2016 年10月29日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年2月11日閲覧 阪神カップ2016年12月24日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年2月11日閲覧。abcde、ダンスディレクター企画連覇、シルクロード S 曲馬プレミアム。p.nikanspoorts.com k。2020年2月11日閲覧。 AB、シルクロード S は、ダンスディレクターが差し切って、史上初の連覇達成。ニュースサラブレモバイル。サラブレモバイル。2020年2月11日閲覧。ABC、ダンスディレクターが、骨折今年も、高松の宮記念参戦できず競馬ニュース。NETKEIBA.com。2020年2月12日閲覧。ダンスディレクターが故障で、 高松の宮記念を回避。不運すぎる馬は再度復活することができるのか。グッジョブ真剣勝負の裏にある真実に切り込む、ニュースサイト。2020年2月12日閲覧。三景商戦闘ウルス2 0 1 7年9月10日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。D b. 2020年2月12日閲覧スプリンターズ S2017 年10月1日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年2月12日閲覧 ABC 阪神カップ2017年12月23日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com2020 年2月12日閲覧阪神 C イスラボニータ優秀レコード V サンスポーズバット競馬2020年2月12日閲覧阪神 C レース後コメントイスラボニータシールメールキシュラ競馬ニュース netkeiba.com2020 年2月12日閲覧インク 三景デジタル、シルクロード S を連覇した、ダンスディレクターが、引退、シュボバーに。サンスポーズバット、競馬。2020年2月12日閲覧。ダンスディレクターが、引退、シュボバ入り競馬ニュース。netkeiba.com。2020年2月12日閲覧。ダンスディレクター、競争場で得た。netkeiba.com。E T K e I B 二千二十年二月四日閲覧。ABC、血統情報、五大血統表、ダンスディレクター、ジャビスサーチ。ジャビスサーチ。公益社団法人日本軽手場協会。二千二十年十二月十六日閲覧。ダンスディレクターの血統表、競争場データダッシュ -netkeiba.com。netkeiba.com、e e。株式会社ネットドリーマーズ。 2020年12月16日閲覧。ありがとうございます。